おはようございます。ビッティーウォーム、今日はすべてお見せしますよ。さあ行きましょう。CS ピューミーニ、これはイタリアで生まれたダウンジャケット専門のブランドです。もうすでに皆さんよくご存知でしょ。さあどんな新しいコレクションできてるでしょう。行ってみましょう。レイン、デニム、そうです、ジーンズルックの専門ブランドです。アメリカンカレッジ、アメリカから来たベースボールジャケットで有名です。ヨーロッパでも有名になっています。ヘルノ、こちら皆さんご存知のブランドですね。1948年にここイタリア・ミラノの近く野原の町で生まれました。最初はレインコートを作るブランドでしたが、今ではトータルルックで世界中に有名なブランドになりました。さあ新しいコレクション見てみましょう。楽しみです。ドゥーノ、こちらはイタリア・フィレンツェからのブランドです。アウトウェアの専門ブランドなんですよ。スポーティブでハイテクの研究をよくされ、非常にヤングに人気のあるブランドです。さあ、新しいコレクション見てみましょう。サンス、こちらもイタリアのブランドです。ヤングスポーツファッション。そうです。シティライフに合わせた機能性を重視したシンプルでいてかつ活動的な素敵なコレクションです。
Save the Duck。 イタリアのブランドです。動物に優しく、地球に優しく、これがモットーのブランドです。アニマルフリー、そしてリサイクルヤーンのみを使用しています。ここから BT ウォームの本会場を紹介します。まず1階から、こちらはアルセナーレ会場。本会場の隣に隣接した会場です。ここから会場をずっとお店ごとにご紹介していきますよ。お付き合いください。このあたりでトレンドを2024年秋冬を紹介したいと思います。まず主流はダウンジャケット。そうです。軽いジャケットが一番重要視されているようですね。ただし、ヤング、エレガントライン、スポーツテクニックと用途によって少しずつ各ブランド雰囲気を変えています。コート、ジャケットには英国調のスタイルが入ってきました。チェック、タタンチェックといったチェックの柄がコートやジャケット、シャツに見られました。パンツというと、まだジーンズがたくさん並んでいますね。ニットに行きます。ニットの素材は、素材感がある
少し太めのもの、そして、エレガントラインではベーシックでベージュ、オフホワイト、ネイビー、グレー、ライトグレーのエレガントなラインで締めくくられていますが、スポーティブなラインはファシーヤンを使ったカラフルなニットがたくさん出ていました。ジャガード柄やインタチャルの柄がありました。アップリケ調のものもありましたね。そうです、コートには毛皮のものもあるんですよ。ファッションが性別を問わなくなってきたということもあり、今まで男性では使用しなかった素材も使われています。毛皮のコート、毛皮のカラーがついたコートやジャケットも見かけました。もちろん本物の毛皮とエコファー両方が使用されています。こんな感じが来年の秋冬のトレンドかなって思います。まず皆さんの目で見て楽しんでみてください。ありがとうございました。
アバンテとは、このブランドは30年前にジェノバで生まれました。カシミヤの素材をキャンパスに、まるで絵画を描いたようなセンセーショナルな作品が生まれています。アルテア、このブランドは1892年、130年前にミラノにできたネクタイの老舗です。今ではメンズのトータルルックファッションを作っています。アルティコはコート・ジャケット専門メーカーです。
今年の新作はカシミヤのコートのインナーにダウン、エコファーのコートがあります。レザー、ムートンはすべてリサイクルマテリアルを使用しています。